はい、ウイスキー初心者が飲み比べてみたシリーズでございます。今回飲み比べていくのはこちら。グレンフィリック18年とグレンフィリック21年でございます。はい、高級な部類になっています。はい。まあ、18年も21年もね、とても美味しいです。はい。エリアね、もう圧倒的に18年の方が私、減ってますね、これね。で、お値段の方がですね、Amazon で、18年の方で7277円、送料無料。で、グレンフィリック21年の方が17877円で、だいたいプラス1万円ぐらいですかね。こっちの方が高い。じゃあ、まあ、倍以上しますよね。じゃあ、倍美味しいかってところですよね。はい。まあ、どっちともシングルモルトなんですけど、まあ、色をね、見比べていただくとわかるんですけど、そんなにこう、21年と18年で差はない感じですね。はい。そんなに色が濃くなってる感じしないですね。じゃあ、果たしてどんな感じなのか。よいしょ。まず18年。もう18年は本当美味しいです。私好きですね。このぐらいにしてみましょう。よし。で、こちらを21年。それで蓋をしてね、ちょっと香りを閉じ込めていきましょう。はい。で、グレンフィリックは、もうほんと有名なね、まあ、12年が一番買いやすくて一番有名ですからね、フルーティーでね。で、スペースサイドウイスキーで。はい。まあ、有名ですよね。で、12年、それから15年、で、18年と21年って感じですかね。で私、12年も飲んで、15年もちょっと小さな小瓶で、買って飲んでみたんですけども、で、12年、15年、18年とセットのやつが、セットってそれを3つ選んで買ったんですけど、やっぱり18年が一番美味しかったんですね。うん。12年はこう、割と華やかで、フルーティーなんですけど、ちょっとアルコール感があってビリビリする。で、18年だと結構もう熟成されてビリビリ感がなくなる。で、15年は、まあちょっと、中途半端って言ったら言葉があれですけど、まあ15年飲むんだったら、半分の12年でいいかな。もしくはもうプラス1000円足して18年でいいかな。そういう感じですかね。はい。まあその辺は、うまく刻まれてると思うので、お好みのね、やつを飲んでみてもいいと思います。じゃあとりあえず18年から、香り。いい香りしますね。このフルーティーかつ、この、濃厚な、ぶどうのジャムみたいな、ああいう甘い感じしますね。なんかどういう風に作られてるのかとか、乗ってるのかな？特に乗ってないんだよね。まあ調べれば出てくるんでしょうけど、あまり、もうアフターテイスティングした時にびっくりしたのが、これハイボール美味しいんですよ、18年って。本当に美味しい。こういうね、長熟物のハイボールってあんまり美味しくないっていうかね、もったいないイメージがあって、あれですけど。じゃあ次、21年。あー、なるほどね。香りの系統はすごく似てます。で、香りに関しては、ほとんど差がない。ないに近いですね。この色見てもらったら分かるけど、ほぼ同じ色なんですよね。香りも、ほぼほぼ一緒。わからないですね。うん。わかんない。ほとんど一緒ですね。で、なってくるとやっぱり味ですよね。こんだけ香りが一緒なのも珍しい。ちょっと味の方ね、いただきます。はい、乾杯。甘い。アルコール感がほんと少ない。うん。美味しい。ちょっと水でリセットして。で、21年なので。うん。なるほど。鼻を近づけたところまで一緒なんですけど、飲むと21年の方がアルコール感がします。ちょっと驚きますね。でビリビリします。21年の方が18年に比べて。その代わり21年の方がこのチョコレートみたいなダークチョコレートカカオみたいな風味がものすごい強いですね。だからその辺がどう出るかで、まあ、私は当然初心者なんですけど、初心者には圧倒的に18年の方が飲みやすいと思います。もうアルコールのビリビリ感のスパイシーさがないんで、ほんと18年はね、ほんと美味しいです。アルコールのビリビリ感とかそのスパイシーさが全然ないですね。18年は。21年はそれがあるんですよね、ビリビリしてるのは。これがなんとも言えないな。辛い。ビリビリしますね。アルコール感なのか、そのスパイシーなさなのかが、ちょいわからないんですけど、そうですね。圧倒的に私は、18年の方が好きですね。まあ、好みによると思うんですけどね。あ、これ比較出てるか。18年は、スパニッシュオルロソセリーダルという原酒と、アメリカンオークダル原酒をブレンドし、3ヶ月熟成って書いてますね。はい。バッティングしてあるんですね。で、21年の方は21年以上熟成したヨーロピアンシェリーダル原酒とアメリカンオークダル原酒をブレンドし、カリビアンラムダルで4ヶ月間に熟成と。この辺の差なのかな。私一番好きなのは、グレビリックは12年、15年、18年、11年、全部飲みましたけど、18年が好きです。はい。美味しいですね。アルコール感も少なくて甘くて。飲みやすい。本当に飲みやすい。21年は、このチョコ感とかそういうのはガンとくるんですけど、いかんせんビリビリする。この口にすくんでビリビリが来るまではすごく濃厚なんですよ。ただその後にビリビリってくるんで、まあ、この辺は好みですかね。そういうスパイシーだったり、余韻は21年の方がこう甘い感じがファーって続きますよ。ただそれ以上にそのビリビリした感じとかスパイシーなのが私は苦手なので、18年の方が好きですね。ここ本当難しいですよね、表現の仕方というかね。もう本当好みになっちゃうんで、参考に程度にね、とどめておいてください。一応説明欄の方に2本、リンク入れておきますので、ご興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい。あと、モチベーションアップのために、チャンネル登録とグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。はい。あと、Twitter もやってますのでね、フォローの方お待ちしております。はい。今回は、ウイスキー初心者が飲み比べてみたシリーズ、グレンフィディック18年と21年を飲み比べてみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。